今のチームに何が必要なのか、それをね、自分がやるべきだったら率先してやるといった、そういった選手だと思います。で、もともとね、ボランチの長谷部がリベロをこなせる理由、これがですね、ちょっとメカニズムにですね、理由がありまして、中盤の、危ないスペースを自分で埋めつつ、またですね、サイドバックが上がった、その裏のスペース、まあよくある状況ですけど、サイドバックが上がってそこカウンターで疲れるときに、センターバックがずれて出ていきますね。そのずれて出ていったときに、空いたディフェンスラインを埋めるのが非常に得意です。また、ゴールキーパーが出ていった後も、そこのカバーリングに長谷部が入っていて、ゴールギリギリのところでボールをかき出すっていうこともありますので、ね、危険予知能力をですね、勘でやってるというより、こうね、プレーの経験の蓄積と勘と、そしてサッカー IQ を全部複合して、危険な場所を埋め続けるといった、そういったことをできる選手です。なんでそれがですね、まあ、アンカーのところから下がっていって埋めるのと、3バックの真ん中から出ていったりですとか、サイドにカバーしに行って埋めるっていう、やってることを、このね、場所によってですね、ちょっと、マイナーチェンジしてるみたいな、そういったイメージだと思います。で、それ以外のいい部分で言いますと、切り替えの局面でフリーの選手をすぐ見つけられる。マイボールにした瞬間にですね、ライン間だったりとか、サイドでフリーになった選手に対してですね、ボールをつける。ヘディングでもそうですけれども、そういったプレーが上手いので、守備の時から攻撃を考えてる。これね、ニュルンベルグ時代の監督のですね、まあ哲学の、フェルベーク監督の哲学の一つで、攻撃のための守備をしろと。それがですね、非常に染みついてる部分の一つだと思います。またもう一つが、両足で蹴り分けられるフィード。前よりもですね、両足でのフィードがですね、非常に、この、的確に左右に蹴り分けられてて、右足だけではなく左足でも出すべき状況の時は左にですね蹴る、いちいち右に持ち替えないみたいな、フランクフルトでチームメイトである鎌田がですね裏抜けした時に長谷部のフィードでですね、きちんとスペースにボールが出てくるっていうところがあります。